のの高木の一種である中部アフリカを中心に分布し、日本では桜材の代用材の一つとして流通するが、現地では果実や種子のひとしが食用、様々な部位が薬用に用いられる。モアビという呼称はガボンやコンゴ共和国の現地語である、複数種のバントー語に同じものが見える。内訳は以下の通りである。その他の現地語名はナイジェリア及び、 カメルーンのものは、アンウィンでシリットルキ、オノチェ&、スタンフィールドエグマティグへ通る。ガボンのものは、ラポンダ・ウォーカーシリンズ。今後共和国のものはブーケに見られるが、言語名が特定可能なものは、ウィックド、モアビー翻訳に一覧を譲ることとする。以下は、言語名は特定できないものの、地域名などが指定されている故障である。ナイジェリア、カメルーン、NMG。 ノーネゴー、ニュメゴ、果実、マニキコンゴ民主共和国、現在モアビの学名として有効とされているものは1890年、フランスの植物学者、ジャンバティスト・ルイ・ピエールにより記載されたモノタイプのベイラネラ・トキシスペルマである。しかし20世紀の資料では、ドイツのアドルフ・エングラーにより1897年に記載されたミメソップス・ジェーブによる言及が参見される。 エングラーはこの学名をフランスの博物学者で後にインドシナ総督となったジャンマリー・アントワーヌ・ドラヌスさんを命名した学名からの組み替えとして扱っているが実際のドラヌスさんによるガボン・サンヌバッシア・ジェーブの記載は趣旨が食用や薬用となることへの言及は見られるものの形態に関する記述が見られず1994年に アメリカが州国農務省農業研究サービスの植物学者たちから非正式名とみなされている。ナイジェリアから熱帯アフリカ西中央部にかけて分布する。具体的にはナイジェリア、カメルーン、ガボン、コンゴ共和国、アンゴラ、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国に見られる。ナイジェリアからアンゴラ領の飛び地であるカビンダ州にかけての常緑質巡林に見られる。 原生林に豊富に見られ、雨季の初めに落葉する。ガーボンでは最大級の巨木の一つであり、葉は花が咲く前に落ちる。果実が実る頃になるとすぐにそれとわかる方向を放つようになり、現地語の一つであるミエネ語、ムポングウへ方言では、オーレールワイバグマアナンゴだば、オレレは遠くまで実の香りを広げるということわざが見られる。この果実は去る。 るン後地域の森林においても最大級の巨木の一つであり、シャットやマヨンベ地方の湿純林には豊富に見られるが、一方で、キュベト地方や林業セクターには全くといって、良いほど見られず、これは土壌の性質によるものと考えられる。今後民主共和国の地理で言えば、マヨンベ地方の森や今後中央州や、 火災地域の四度頃水林に見られる。樹幹は円筒形であり、通直で計2メートル、基部非交渉である。樹皮は厚くて、荒く、深く裂け、白色の乳液を出す。葉は、単葉で、全縁、裏面が有毛で小枝先に、多罵性し、皮身系の卓葉も多罵性する。葉芯は、頭皮芯型で、最大3010センチメートル。 先端は円形だが後に急激に鋭線形となり、葉脈は下方に突出する。葉平は細長く3から4センチメートルである。花は両性花であり4室、学片は8つでうち4つが外面、残り4つが内面に見られる。果敢は筒状で8列、有水が8本で、難毛に覆われた仮有水が8本存在し、脂肪は単配種、消化口には、 難毛が見られ、長さ3センチメートルに達する。果実は球状である。種子は卵形で、殻は硬くて厚く、細い外皮や縦方向全体にわたる腹部の縫合部を有する。ひとには油脂が含まれる。モアビは日本でアフリカ桜、アフリカンチェリー、洋桜という市場通称で流通する赤みのある材を産出する赤鉄化の樹種の一つである。 体形器であるため大きな材が得られ、色味の類似性から桜材の代用材として扱われるが、桜材よりも重かたであり、西アフリカに生育しやはり赤鉄化であるマコレと全体的な雰囲気が似ている。新材は赤みの強い茶褐色で、偏材は開白色系である。木目はかなり詰まっていて、木が見られる場合もある。木質は緻密で、 期間比重0.80から0.88、ろくろ加工ではシャラシャラと引くことが可能で削りやすいが、細かい針状の木くずも出て、目鼻を刺激し、喉がイガイガしてくる。加工の際には他に、シリカに当たる場合があるということも注意すべき点である。用途には化粧板、テーブルテン板、床板、倒木細工、装飾、外装、家具といったものがある。 ガボンでは輸出用木材として2番目に重要な樹種である。果実は食用となり、人しから食用の輸出も得られる。ガボンでは何らかの病気の際に、モアビの人しの輸出が揉み込まれる形で用いられる。今後共和国では樹皮を煎じたものが様々な呼吸器系や胃腸の病の際に服用され、サイト作用を有していると考えられる。また女性たちは分娩後のケアや、 織物、他の膣管染症に対しても用いる。リウマチや腰部の痛みがある場合には煎じ薬を蒸気浴に使用し、絞りカスですることがよく勧められる。樹液は、傷口の止血や癒創薬、また歯の根本の露出を防ぐために歯茎に対して用いられる。乾燥させた樹皮の粉末は、パーム油と混ぜ合わせてくる。 病の子供の体にすりつけられたり、転換の欲しさを防ぐために額に当てられたりする。カメルーンでは油脂を皮膚病ややはりリウマチに対して用いたり、カメルーン山地方で樹皮を不妊症や他の婦人科的な悩みに対して使用したり、するといった報告が存在する。バルナラブル1998年に発表された IUCN レッドリストでは、気球種とされたが、具体的な理由付けは、 空欄とされている。ただ脅威として、木材を求めての過剰伐採が指摘され、分布域の大部分で減少傾向にあるとされている。四ベゴの場合は、ムアビやモアビーとも綴られる。ただしこの頃すでに新種や親族を宣言する慣習が存在していたにもかかわらず、ベーラネラ属もベーラネラとキシスペルマも、そのような宣言は行われていない。例えばアンウィン、スティナー、 ラポンダ・ウォーカーシリンズを参照。なお、アフリカザクラやアフリカンチェリーというと、西アフリカ産のマコレや銅花のことも指し、ヨウサクラというと、モアビやサキノティガメラ属の2種に加えて、東南アジアやニューギニアなど、太平洋地域に見られるニア島のことも指す。フランス語、英語、日本語、英語、フランス語、日本語。ありがとうございます。